はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、7月10日土曜日。今回は週末スペシャルということで、チャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。まずはドル円相場の解説から始めていきたいと思いますが、その前に全体の相場感としまして、金曜日の株式相場、えー、こちらをね振り返っていきたいと思います。はい、えー、こちらはね、世界の株価のサイトでございます。 まずは金曜日の東京マーケット。日経平均は前日比マイナス177円。終わり値で27,940円ということで0.63%下落しまして1週間の取引を終えました。途中、こちらは前場のところでございますが2%を超えるような下落がございましたが引けにかけてね、大きく買い戻されて株式相場の方はね、徐々に反発していったというところでございます。 そして、その夜のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、プラス448ドル。終わり値で3万4870ドルということでね、史上最高値を再度更新するということでね、まあ今まで結構売り込まれておりました株式相場、こちらの方ね、ダウを中心にナスダック、S&P ともに高値を更新するというところでね、こちら3指標の方が大きく上昇して終わった1週間でございました。 まあ円高が、ねえー、若干1週間かけて進んでしまったので、日経平均はえ少しばかり、ねえー、弱い状況。まあ、ただ、時間外取引では上げておりまして、28,500円を回復というところでございますが、まあ、ダウ、ナスダック、S&P500 に比べまして、えー、日本株というのはまだまだ弱い状況からというところでございます。 そしてアメリカの長期金利でございますが、こちらも大きく、ね、戻しておりまして、1.36%。一時は1.3%を割り込む場面が木曜日から金曜日にかけてございましたが、まあ、無事ね、株式相場の上昇とともに債券が売られて長期金利が上昇ということでね、こちらの方が上がってきた。 そして、その長期金利の上昇に合わせまして、ドル円は110円を回復ということでね、まあ、こちらもリスクオフからリスクオンに、ね、切り替わりつつある、そして円安方向になっているというところがわ、ね、かる形でございます。 まあ、このような形でね、株式相場、リスクオフに傾きかけたんですが、1週間かけてね、最後の金曜日に大幅に戻して、アメリカ株は特にね、最高値更新というところでございますので、まあ、こういったところを含めて、ドル円相場で、ね、チャート分析していきたいと思います。はい、まずはね、クロス円のチャート並べておりますが、左上のこちらのドル円相場ですね、こちらを見ていきましょう。 今回ね、1時間足と4時間足を説明していきますが、まずデイトレの基準になるのが1時間足。そして4時間足に切り替えさせていただきましたが、こちらはスイングトレード。約ね、1週間ぐらい前後をね、含めたところでね、えー、まあ決済していくというトレードの参考にしていただければと思いますので、ちょっと今回は1時間足と4時間足が分かれるね、見解になりますが、それは皆さんの時間軸に合わせてご判断いただければというところでございます。 ということでね、まずは1時間足ね、ご覧いただきましょう。実際にお絵描きをしながらやっていきたいと思いますのでね、参考にしていただければと思います。まずね、戻ってきている最中ということで、109円50銭あたりにダブルボトムをしっかりつけまして、長期金利もね、戻ってきたところ、こういったところをきっかけとしまして、ちょうどね、ダブルの形をしまして、復活してきまして、110円戻してきたというところでございます。 今後もね、こちらのデイトレベース、1時間足ベースでいきますと、移動平均線が右肩上がりで上がってきておりますので、このような状態が続いて、移動平均線の上側で陰線から要線、今陰線で押し目が入っておりますが、過去もね、移動平均線の上側で陰線、要線が出ておりますので、このような形でね、陰線から要線に切り替わるタイミングがあれば、 しっかりとそのタイミングでロングを組んでいくというところがね、まずはデイトレ目線ではよろしいかなと考えております。 しかしながらね、ちょっと110円50銭、過去のサポートラインでございますね。このあたりでサポートが入っておりましたので、ここ引かせていただきますと、過去のサポートラインはレジスタンスラインになりやすいという特徴がありますので、そういったところね、110円50銭付近ではレジスタンスが入る可能性があるということで、今110円、110円10銭ぐらいというところの、ね、位置関係でございますが、こういったところね、しっかり見ていただきながら、上値のね、利格の目処は110円50銭ぐらい というところがね、一度、えー不安えー、無難かなと思いますので、えー、しっかりとね、移動平均線の上側でサポートが入った場合はロングを取っていく、えー。この戦略をまずはね、月曜日から火曜日にかけて考えていただければというところでございます。 それとね、相場には絶対はございませんので、移動平均線割り込んでしまった場合ですね、移動平均線割り込んで110円を割り込んでしまった場合は、これはね、今までのこの出来高がある110円を割り込んで、これがね、レジスタンスになったところを確認する。そういったところでショートを取っていくという形になりますので、一旦110円を下回る場面があれば、その下側で要線から陰線に切り替わるようなタイミングですね。こういったところは、ショートを組んでいただく。よってですね、 直近の高値の110円20銭ぐらいですね、えー。こういったところから110円の間というところはトレードをせずにですね、えー、そのあたりを上方向に抜けていけばロングを組みつつ、えー、底割れしてレジスタンスを食らったらショートを取っていく。えー、このような考え方で、えー、ドル円の、ね、デイトレは考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、えー。続いて4時間足でスイングトレードの見通しと、ねえー、こちらトレードポイントを見ていきたいと思います。 はい、4時間足で見ていただきますと、一時はね111円50銭を超えるようなね大幅な上昇をしていた場面がございましたが、今週に入りまして、この白い点線から右側がね今週になりますが、大きく下落をしてしまいまして、今までのね移動平均線が右肩上がりの上昇トレンドを明確に割り込んでしまったというところがね、ね早々週明け早々にできたというところでございます。 過去のサポートラインであります110円50銭先ほどねこの 平行線を引かせていただきましたが、一旦はそこでサポートが入るものの、その後ね、明確に割り込んでしまいました。まあ、移動平均線の下側でね、要線から陰線に切り替わっておりますので、これでして回ってしまった。そうしますとね、上方向から上がってきましても、先ほどの110円50銭ですね、ここではレジスタンスを受けやすいという形になります。それに加えまして、移動平均線24ですね、こちらの黄色いラインでございますが、ここのところもレジスタンスを受けやすいという形になります。 ディスタンスになりやすいので、まあ、このまま下がってくるという形に今、方向性はなっておりますので、まあ、そうなったところで移動平均線付近で要線から陰線に切り替わるタイミングがあった場合ですね。 このような形でままたた落ちてしまった場合こういったところは、ねスイングトレードベースではショートが取れるタイミングになろうかなと思いますので、このあたり、デイトレを見るためには、まずはね短期的には押し目を拾っていく形、1時間足を見てというところでございますが、スイングトレードをやる方は、ですねこの4時間足を見ながら110.50、および移動平均線24、こういったところでねレジスタンスを食らったところでしっかりとショートを取っていく。このような考え方で よろしいかなと思いますのでね、まあ、見方によってはね、短期的にはロング、そして中長期的にはレジスタンスを食らったらショートということで分かれるかもしれませんが、これは4時間足はスイングトレード、1時間足は先に説明しましたが、デイトレード。こういったところをね、皆さん分けて考えていただくのがね、必要になろうかと思いますので、ご自身の時間軸に合わせたチャートをね、見ていただくというところでよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はい、以上でね、米ドル円の解説を終わりまして、続いて、ユーロ関係の、ね、解説に入っていきたいと思います。